「夢のゴンドラ旅チャンネル」えー、今日はですね、あのー、私がいろいろこの1年くらいかな考えていたことで、えー、まあ、あのー、旅のコースっていうのはあのー、関東だと箱根伊豆、あのー、狩沢っていうようなところが、まあ、主な人気になっているんですけども。 今はそのところ行くと5月あたりの連休に行くとですね車で走ってると1日かかって旅あホテルに着いて翌日またどっか回ると思ったまた車が混んでって動けなくてえ家族を連れてったもう10年以上前ですけどその時に何も見ないであ車をおバスをチャーターして。 親類で行った時に何もででききないで帰ってきた覚えがあります、えー、年老いた母と父を見てああ何もできないで帰ってきたなとその時がっかりしたことがあるんですけどこれは箱根に行った時です。ですからで関東の人たちに新しいコースを考えてみました。でこれは私の提案です。21世紀の旅としてですね えー、自然のお旅ということでネイチャーズサークルというふうに私が名前付けましたネイチャーズサークルというのはあのー、自然の輪ということですね自然を見て回る輪そういうことでこれをーゴールデンコースと名付けて、えー、まあ、あのー、私が考えたんですがこれはですねあのー、えっ、ー、とこのお分かりにくいと思うので これだけ自然がこう集まってるんだということをここで書いてみんなに分かっていただこうと思って書きました。でですね、えっ、ー、とこの輪というのは東京を出てですね、日光から群馬を回ってこう帰ってくるというそういう輪ですけど、このコースはですね、あの海はないということを除けばああ箱根や伊豆、 に負けないいぐらいの観光名所がありますので、えー、それを具体的に皆さん名前聞いてるけどどこにあるのかわからないと思うので今日はそういうことも読み上げてですねで、えー、頭にほとんど入ってるんですが読み上げないとも漏れるもっとも書いたのも漏れてるところありますけれどもそういうところを紹介させていただこうと思っております。でまああの お日光からですね、えーまあ、日光まで行くのを電車で行ってっていうこともありますけどもお車で回ることもできますからこれあのでいろいろ名所がたくさんありますので日帰りで回る場合は1か所とかあ2日で回る場合は3か所ぐらい回るとかそういうコースは自分で自由にできると思うのでそういうことで、えー、このここにですねこんだけ自然大自然があるんだということとそれからここにですね あの日光は世界遺産でもありますけど日光国立公園そしてここにあのー、あのれですね尾瀬国立公園そして、えー、こちらにはですね上信越高原国立公園っていうのがありますで、えー、ここにはですねどんなところがあるのかっていうのがこのコースにあるのを私の方で、えー、皆さんに読み上げますとこんなのがありますねいいですか 世界遺産で、えー、日光側ですけどもまず東照宮それからあ植物園であの東京にある植物園の分園がありますねいろは坂中禅寺湖華厳の滝龍宮の滝齋の湖湯滝、えー、湯の湖、えー、温泉があ湯の湖の周りにいっぱいありますねで切込湖刈込湖 南山それから神社社寺等がありますがで群馬側に行っても丸沼菅沼それからあキャンプ場ですねそれからあしあ日光白根山っていうのが、まあ、群馬側から多く登りますけど栃木県側か,からも登れますで丸沼高原スキー場これはですね <laughs> 5月の連休前に 混成峠が雪が多いので、そこが開く,開くはずです。そして、えー、今日調べましたら、5月の7日まではあ、5月6日までができるのかな。5月7日がクローズですね。<laughs> それで、えー、白根温泉、唐倉温泉、小ヶ原、小瀬沼、それからあ、岩倉スキー場、小徳ス徳ー場、穂高山キャンプ場、 道の駅、これ、片品村にもありますし、それから、ああ、川場にもありますね。それから、り山温泉、土出温泉、千代田温泉、四仏山、それから、吹割の竹、滝、えぇ、穂高スキー場穂高スキー場って、名前は、これは、あの、川場では、丹原ー場って言ってますね。丹原ー場伊香温泉、 赤山これ赤城山のあたりはあ筒人でも有名です、えー、春名山春名湖春名神社これはあのパワースポットとしてありますねあの有名ですね島温泉草津温泉河原湯温泉やんばダム鬼押しだしこういう今あの挙げたところ名前はある程度知ってるんですけどどこにあるかわからないと思いますけどこのサークルをお回るとこういうようなところがあるということを知っていただきたいと思います。 でじゃあ私が何でこのお旅を提案したかということの理由ですけどもこれはまずあの大自然の宝庫っていうところは分かると思うんですがこれ尾瀬というのはあのー、標高このくらいのところで、えー、原それから沼があるの少ないんですが特に尾瀬というのは日本でもトップクラスに、まああのー、有名なところですしその価値ある、まあ、あ出現ですね。 それからあ面積はとにかく広い例えばあの片品村だけでも箱根の4倍ぐらいあるんですねそれがあの栃木要するに日光側からあ群馬側それから新潟あ福島もちょっと入あ福島はかなり入ってますがそういうところも含めたらものすごいあ広さですねそれからあと観光ポイントの種類っていうのがとにかく今申し上げましたように数が多いですね。 それからあと、まあ、あスキーなんかのできるところがたくさんありますしまああの先ほど申し上げた万沼高原スキー場っていうのは遅くまでスキーができるところで、えー、あそこではだから場合によったらスキーができてああの春の新緑が見られて、えー、桜が見られるというようなことも時にはあるんですね。でそういうこともなかなか魅力的です。 でえー、とにかく自然に親しむ旅というのはこれからあの多くなっていくと思いますけどもお21世紀はあの海外からの旅行者も多くなると思います。それからあの日本の企業もお休日を多くする傾向がありますので余暇、えー、というものも多くなってくると思いますので、えー、これからは あもっとそのこういったコースに出かけることもいいんじゃないかなと思うことですね。それからあのこのコースは日程に応じたあの旅をすれば日帰りでも1か所ぐらいを見て回ることができます。1か所2か所ですね <coughs> ですから、えー、例えば尾瀬だけでもお長くいる人は5日から6日います。だから あのそこにとどまってどれくらいいるかってことを考えて、えー、プランを立てればあかなりいろいろなあスケジュールができますのでそういうのを楽しんで自然に親しむことをお勧めしたいんですでこれからはあの箱根とかあの伊豆の方に行くのもいいですがこういった新しいコースに挑戦していただきたいと思って提案します。まあ、あぜひこの コースによろしくお願いいたします。今日もありがとうございました。片品村住民の将来と。それから観光客が来て楽しめる場所になると思います。もう一つの夢は。 安定、あ、人生はですね、えー、豊かにする。う、才のを充ではないでしょうかね。星野さんがージを終わられてやってらっしゃいました。えー、私はこの二つの夢が実現することを期待して、そして今。そうで村の、あの、宣伝をしていただきまして、原田大二郎という。 どうもいいおめでとうございます